日々思うことを語る今日の一言。今日も大分での稽古でした。今日は実は当初は稽古の予定ではなかったんですけれども、昨日おととい、雪で稽古ができなかったので、その分の稽古日ということで今日稽古いたしました。今回のお稽古の演目というのは、そのバイオリン曲で踊る新作の振り付けだったんですけれども、そのバイオリン曲がバッハのシャコンヌという曲なんですね。クラシック音楽にありがちなことだと思うんですけれども、この曲も演奏する方によって長さが全然違うんですね。で、長さが違うと、その曲の表すニュアンスというか、その風景というのが微妙に変わってくる。ただ、この曲のドラマ性というのは変わらないんですね。これがバッハの作曲の凄さなんだなっていうことをつくづく思いながら、このドラマティックな作曲、曲に負けないドラマティックな踊り作品、この曲のドラマを感じながら、そういう作品ができたらいいなっていうことをつくづく思いながら稽古をしていました。ではまた。